はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、えっと、ゲーム事業の方を営んでおります、スクウェアニックスホールディングス、まあ、通称スクウェのですね、決算単身の方を解説していきたいなと思います。まあ、今回、えっと、決算単身なんですけども、直近の決算単身、まあ、非常に良かったのかなと思います。ただですね、えっと、まあ、ちょっとリスクというか、まあ、リスクですかね、リスクとかもありますので、そこら辺の話もですね、一緒に共有しまして、今後株価がどうなっていくかっていうのをですね、えー お話できればなと思いますので、気になる方はよろしければ最後までご覧ください。はい。マスクにまずやっていることを何かと言いますと、えー、もちろんゲームやってますね。さまざ、あ、まなプラットフォーム、プレイステーションだとか、スイッチ、Xbox ですかね、えー、ソニー、ニンテンド、マイクロソフト等ですね。あとは Android だとか、iOS だとかって形で、まあ、スマホの方にも対応してるんですけども、さまざまなプラットフォームで、えー、超人気のドラゴンクエストだとか、ファイナルファンタジー、 キングダムハーツとですね、ビッグタイトルのシリーズの方を出している机、えー、になりますね。はい。で、やってることゲームだけではなくてですね、そのゲーム事業から横展開しまして、まあ、マガジンブックス事業とかも営んでおりますし、えー、ミュージック、あとグッズ販売、あとアミューズメント系ってところもやっておりますので、まあ、結構事業の多角化っていうのも進めている感じになってます。でまあ、そんなスクエになんですけども、えー、決算内容ってところは非常に良かったですね。 はい、2月3日で第3クォーターの決算算信になっておりまして、連結の経営成績ですね、増収、増益になってます。売上高の方33.7%増で2536億円、営業利益の方が410億円で47.7%の増益になってます。経常利益の方が 387億で38.3%の増益になっておりまして、四半期純利益につきましては、アミューズメントパーク事業のですね、あの緊急事態宣言とかがありまして、まあ、店を閉めるという形で特別、特別損失の方を計上しておりますので、こちらの方がマイナス4.3%の減益ですかね、になっておりまして、183億円になっておりますと。 はいまあ、そんな感じでまあ増収増益という形で一時的な特別損失はあったもののしっかりと成長しているというところがうかがえるのかなと思います。はい、で一方、四半期純利益の方は、ままあ、ここ記載の通りですねで。財務の方ですね。財務の方なんですけども、えー、こちらも非常に好調ですね。総、えー、資産、純資産ともに150億円ぐらい上がっておりまして総資産の方が3188億円、純資産の方が2347億円という形になっておりまして、えー、自己資本費 自己資本比率ですね。まあ、総資産のうち、どれだけ会社の資産がありますかっていう比率を表すものですけども、こちらも73.3%という形でですね、うん、財務的にも非常にあの健全なのが分かるかと思います。一般的に50%を超えていれば、会社としては特にですね、あの問題じゃないって言われているんですけども、まあ、それを大きく上回る73.3%になっておりますので、はい、あの財務的にも非常に健全なのかなと思ってます。 配当の状況ですね。こちら54円から61円という形で、しっかりと増配になっております。で配当予想からの修正部はなしになっておりまして、あと通期の予想ですね。こちらも売上高2900億円という形で11.3%の増収。営業利益の方が400億円で22.1%増益。経常利益も同じくらい。当期純利益の方が204兆円で12.4%増益見込みで、一株当たりの利益ですね。EPS の方が201.14円という形になっております。 はい。で、えっと、進捗率の方なんですけども、売上高第3クォーター時点で33.7%来ておりますので、えっと、まあ、付け荷の方、ビジネスモデル的にもですね、まあ、第4クォーター大きく売上高が下がるっていうことはございませんので、フロービジネスがあの主,主になりますので、ありませんので、売上高につきましてはですね、えっと、第4クォーターの時点で、通勤のところで増収で、まあ、情報修正されるんじゃないかなと思ってます。まあ、ただ、えっと、配当原資の えー、配当原資になります、この当期純利益ですね、こちらの方は第3クォーター時点でマイナスになっておりますので、第4クォーターでは、まあ、届くか、下、まあ、方修正されるかくらいで、ですかね、はい、240億円というのは、まあ、ギリギリ、えー、超えてくるか、まあ、それとも240億円下回るかという形の着地なんじゃないかなと思ってます。なので、売り上げ高の方だけ情報修正されて、まあ、当期純利益の方はこのままっていう感じなんじゃないかなってうので、そうですかね。 はい、まあ、ですので、まあ、配当自体もですね、えっと、直近の指標、表、今週発売されたばかりですけども、指標表を見てみますと61円から80円という形で、レンジで、あのー、配当機能は出されていたんですが、まあ、おそらく、まあ、この下限の61円になりますかね、純利益の方がまが、あ、情報修正ないと思いますので、61円の下限という形で配当機能は出されるのかなと思います。はい まあ、配当成功自体も、まあ、61から201を割れば出てきますけども、どのぐらい一株当たりの利益からですね、配当金の割合が出てますかっていうのが配当成功ですけども、これも30%近くになっておりますので、まあ、特にですね、配当金の問題水準ってところもないのかなと思ってます。はい。では、詳細部分見ていきましょうか。で詳細部分なんですが、えー、っと、まあ、セグメント別の利益ってところですね、まあ、デジタルエンターテインメント事業。 さまざまなプラットフォームの方で、えー、家庭用ゲーム機器だとか、PC、スマートデバイス等の多様な利用環境に対応している、えー、デジタルエンターテインメント事業でのゲーム事業というところはですね、まあ、非常に好調でしたという形で、えー、連続で増収増益となっておりますと。はい、一方、アミューズメント事業の方はですね、新型コロナの影響等でですね、政府の緊急事態宣言を受けまして、まあ、感染防止策としまして店を閉めたりしておりますので、大幅な減収になってますと。 営業損失になってますで出版事業だとか、ライツプロパティ事業ですかね。はい。まあ、権利系の収入があるんですけども、それがライツプロパティ事業ですけども、まあ、こちらは共にですね、増収増益という形で、えー、着地になってます。はい。 そうです、ね、まあ、あとは飛ばしましょうか。で、えーと、実際にバランスシートなんですけども、ここからちょっとですね、少しあの危ないことはないんですけども、まあ、リスクとして、えー、とご認識していただきたい点がございます、えー。資産の部の方の流動資産になりますけども、えー、こちらに流動資産、えー、2500億円から2680億円という形で、大体160億円ぐらい増えてるんですけども、うちですね、えー、と一番大きい割合としましては現金及び預金というところがあるんですけども、2番目に大きい、えー、割合としまして、このコンテンツ制作感情というのがございます。 これコンテンツ制作環境は何かと言いますとですね、まあ、ゲームとかの販売っていうところがですねメドが立ったものについて開発費用っていうのをです、ねまあ、資産として流動資産として、あのー、バランスシートにですね、えー、と計上しまして資産化した後でですね、まあ、販売後にですね費用としてまあ焼却していくものがまあコンテンツ制作環境になっております。まあ、なのでざっくり言いますと、まあ、開発費用です。はい でこの開発費用ってところがどんどん上がってきているってところが、まあ、えー、ゲーム事業でのリスクになるんじゃないかなと思ってます。まあ、これは机にだけじゃなくて、他の事業にもあ,のあることではあるんですけども、これが今、直近の決算単身のコンテンツ制作勘定の勘定、えー、項目になるんですが、えっ、ー、と、まあ、昔、何年か前でいいんですけど、ここら辺にしようか。えっ、ー、と、平成28年の見ていきますと、これのコンテンツ制作勘定がですね、 どのぐらいかと言いますと、長いな、えー、こんぐらいですね。はい。410億円という形で、直近のですね、745億よりですね、まあ大体2分の1ぐらいになっているのがわかるかと思います。これなんでこんなに開発費が増えているかと言いますと、まあ様々な要因があるんですけども、大きいものとしましては、 まずそもそもプラットフォームが多様化してますと。プレイステーション4だったのが、まあ、次世代機のプレイステーション5が出たりだとか、Xbox の方も最近新しいも出ましたよね。でさらに iOS とか Android という形でプラットフォームが多岐にわたっていて、まあ、この Android とか iOS 自体もですね、5G とか対応している、あのー、機器があ,ありますので、まあ、新しいゲームという形で、まあ、今まで 4G でやったものをさ他の会社に 5G 先越されると、あのそっちの ゲームが人気になって出遅れちゃうとかもありますので、まあ、いろんなプラットフォームにですね、最先端の技術っていうのが組み合わさってるんですけども、それにどれにも追いつかなくちゃいけないので、まあ、そこら辺で開発費用が上がってきているっていうのが、まあ、若干リスクとしてあるのかなと思ってます。はい。で、実際にですね、まあ、スクエニ自体もですね、そこはリスクとして、あのー、認識をしておりまして、これ、直近の有価証券報告書になりますけども、えー、っと、リスクで検索するとですね、 まあ、事業活動に関するリスクっていう形で、まあ、事業とのリスクって項目があるんですけども、これの一つ目にですね、ゲーム開発費の高騰っていうのがリスクとして、あの、記載をされておりまして、まあ、コンテンツの体験、多様化、高度化っていう形でですね、まあ、システム的にも、5G だとか、VR だとかっていう形で様々な、あの、高度化っていうのもありますし、お客さん的にもいろんなものがありふれているので、ニーズの多様化っていう形でですね、 まあ、いろんなものに追い,つか追いつかなくちゃいけませんので、まあ、そこら辺でですね継続的に開発をするしなくちゃいけないという形で、まあ、ゲームの開発,開発費用というのは今後も高い水準を維持すると予想されていますというのが書かれています。まあ、なのでちょ、ちょっとですねここら辺がもし他社とかにですね先を越された場合だと、そのゲーム自体がですねもう陳腐化しちゃうので、そこら辺でですねあの売上高が出ないというところは、えー、個人的にはリスクなんじゃないかなと思っています。はい。 まあこれが今日の動画で一番言いたかったとことですね、はいで。他の資産につきましては、まあ、特に気になるところはございませんのでザクッと説明していきますね。 はい。まあ、流動資産の方は、えー、何が増えたかと言いますと、現金及び預金というところと、えー、開発費用というところが増えてますと。で、固定資産の方はですね、えー、有形固定資産減っておりまして、ゲーム系の事業というところはあまり固定資産あの変わらないと思うんですけども、おそらくアミューズメント事業とかの,あの撤退というところが一部あったのかなと思ってまして、そこら辺で、えー、有形固定資産減ったんじゃないかなというのを予想してます。ただちょっとまだ内訳自体は出ておりませんので、そこら辺は有価証券報告書を見ればわかるんですけども、まだ、えー、第4クォーターの 計算内容出ておりま、ね、りまませせんんのでか資産合金につきましては3200億円から3180億円という形で若干150億円ぐらい増えてますかね。はい。で、負債の方もですね、まあ微増ではあるものの、まあ、流動資産の1年以内にですね、現金ができる資産に比べますと、まあ全然下回っておりますので、特にですね、えー、問題視するような水準ではないのかなと考えます。まあ、固定負債の方も同じですね。これ2つ足しても流動 資産よりも値としては低いので、えー、特に懸念しなくてもいいのかなと思ってますはい負債、まあ、合金につきましては807億から840、えー、億ですかねちょっと増えたって感じですはいで純資産の部ですね、うん、何も文句はございません利益剰余金ってところがしっかりとプラスになっている毎年純利益がですね積み上がっていて会社としての、えー、利益剰余金として上がってあの増えているっていうのが分かるかと思いますはい あと、自己株式の方も継続的にされてますね。はい。という形で、負債純資産合計につきましても、まあ、150億くらい上がっています。っていうのがわかるかと思います。で、一方、PL 部分ですね。PL 部分の方は2つお伝えしたいことがございまして、1つは営業利益率の増加。もう1つは、ま、特別損失がございあ,ありましたよっていうのを記載させております。ああ、記載じゃなくてお伝えしたいです。 売上高の方ですね。売上高と営業利益っていうところがございまして、売上高から売上原価だとかですね、あと販管費、まあ開発費用もここに含まれるんですけども、販売、マーケティング費用だとか人件費っていうところをさっぴいたものが営業,、えー、と営業利益になりますと。で、この営業利益の営業利益率っていうところが求めることができるんですけども、これはですね、売上高のうちどんだけ営業利益がありますかっていう割合を示すもので、営業利益率が高ければ高いほどですね、まあそのビジネスっていうのは、あの すごく魅力的っていうことを表します。で実際に、えっと、昨年、えー、前年同期と比べてみますと、えー、277億から1897億になりますので、これ割れば良いので、えー、っと、営業利益の方が、昨年は1897ですね。大体14.6%ですね。で、一方、今年の方は、営業利益の方が410億円で、410億円で、 売上高の方が2536億円、2536億円という形で16.1%という形で14.5から16%という形でちょっと上がってますよね。で、これがですね、1年でちょっと1.5ポイントぐらいですかね、上がってるっていうのは非常にあのいいことかなと思ってまして、この営業利益率のです、ね、増加っていうのは、えっと、成長につながりますので、利益の成長にもつながりますので、えっと、非常に重要なポイントかなと思ってます。 はい。あとは、まあ、そこからいろいろ営業外費用、営業外収益とかの方を合算したのが経常利益になっておりまして、経常利益からですね、特別利益、特別損失ってところを加味したものが純利益になりますと。はい。で、まあ、特別利益の方はそこまで出てないんですけども、特別損失ですかね。これが、まあ、定性的な説明の方にも書かれてありましたけども、新型コロナウイルスの影響で臨時休業等による損失って形でですね、22億。 計上されてますと、まあ、今回これがですね結構大きな金額でしたので前年同期比と比べますと、えー、この PL 部分のですね準利益というところが減益に着地した理由になりますはいそんな感じですかねはいという形で、えー、と計算男子の説明というところは以上になります、まあ、お伝えしたいこととしましてはまずですね開発費用というところが、まあ、市場に 今変化の激しい市場に対応しなくてはいけなくなったので、どんどん増加していますと。そこがちょっと若干リスクであるものの、売上高利益ってところはですね、しっかりと増収増益を果たしていまして、営業利益率ってところも上がっておりますので、まあ、今後ですね、ゲームっていうのが人気、あーゲームの、まあ、人気が下がらなければ、あのしっかりと増収増益を果たしていけるんじゃないかなって思ってます。 はい、あと財務も健全ですのでそこら辺はあの不景気になっても懸念はないのかなっていうのが、えー、個人的な感想です。はい でか、あのー、直近の決算はあの良いの分かりましたと。今後将来どうなるかっていうのを話していきたいんですけども、まあ、ゲーム市場っていうところで見ていきますと、これ国内のですね、ゲーム市場になっておりまして、まあ、家庭用ハード、家庭用ソフト、オンラインプラットフォームですね、まあ。ハードはプレイステーションとかになっておりまして、家庭用ソフトっていうのはプレイステーションだとか、スイッチとかで売れるソフトですかね。で、オンラインプラットフォームっていうのはスマホとかで遊べる、えー、ゲームになるんですけども、まあ、ざっくりと全体を見ますと、ゲーム市場っていうのは増加傾向にあることが分かるかと思います。 特に顕著なのがオンラインプラットフォームの方で iOS だとか Android とかなんですね、まあ。スマホのゲーム指導ってところが伸びているのがわかるかと思いますと。はい、で一方ですね、えっと、家庭用ソフトってところは、えー、若干 10年前等と比較すると減ってはいるものの、最近だと大体横ばいであることがわかるかと思います。まあ国内はこんな感じですかね。で、一方世界に目を向けますと、もちろんオンラインプラットフォーム事業ってところは伸びているんですけども、家庭用ソフトってところもですね、伸びるんじゃないかなと思っておりますで理由としましてはこちらハードウェア関連の全世界の累計販売台数の、えー、表をまとめているものになっています。 スクエニの主力はプレイステーションですけども、そのプレイステーションの方、1,2,3,4,5という形で、5はまだ発売されたばかりなので、けんあの大販売台数とか少ないんですけども、まあ、プレイステーションのですね、バージョンが上がることに、販売台数の方もですね、しっかりと累計販売数出しているのがわかるかと思います。まあ、ですので、世界的に見ても、この家庭用ハードキーというところは一定数以上の需要があると思っていまして、かつですね、まあ、なんですかね、まあ今までの先進工業国、 とえと、ー、発展途上国っていうのがあると思うんですけど、発展途上国の方もですね、どん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 あの経済成長してきていて、まあ、ゲームとか遊ぶ時間も生まれてくると思いますので、この家庭用ゲーム機器の需要ってとこはですね、えー、今後もとも伸びていくかと思っておりまして、オンラインの方はもちろんスマホとかもどんどん出てきてるので、伸びるかと思ってますので、まあ、ゲーム市場全体で見てもですね、世界的に見ても国内的に見てもしっかりと伸びていくんじゃないかなと思ってまして、まあ、スケインの方もですね、 まあ、今みたいにですね、開発費を、えー、かけてからしっかりとゲームの方を作っていけば、増収増益になるんじゃないかなっていうのが、私としての感想です。はい。で、スクエニの方で、えっ、ー、と、他の経営手法とかも見ていきたいんですけども、まあ、バフェットコードでいいか。バフェットコードですね、売上高の推移ってところもですね、まあ、3.1%という形であの、上昇スピードというところは少ない、小さいんですけども、まあ、しっかりと増収を果たしておりまして、EPS の方もですね、 まあ大体横ばいという形で一定の利益の方を稼げているんじゃないかなと思ってます。はい。そんな感じですかね。あとは、えー、と、その他の経営指標で言いますと、直近の有価証券を見ていきますと、まあ、PER ですかね、えー。株価収益率というところは18倍、19倍、22倍、23倍、27倍で、直近が 31倍になっておりますね PR がだんだん上がっているのが分かるかと思います。まあ、PR っていうのはですね、利益に対して株価がどのぐらいの水準であのなっているかっていうのを表すんですけども、利益に対して株価が値段が高いと PR っていうのは高くなりますと。で、この PR 自体が高くなっているので、まあ、市場としてはですね、このゲーム市場っていうところに期待をされていて、まあ、スクエニですけども、スクエニの方に期待されていて、株っていうのがどんどん買われているんじゃないかなと思ってます。まあ、だので、ね、31倍もついてますね。はい。<laughs> そんくらいですかね。で、チャートの方を見ていくと、10年チャートってところで見ていくと、えー、株価チャート自体はプラスに伸びていますと。はい。で、直近1年、2年とかで見ていくと、これ1年単位で済む1年単位の、えー、チャートになりますけども、これ見ると結構、あのー、乱高下乱高化してるのがわかるのかなと思います。はい。まあ、あれですね、あの、開発費用とか結構上がってきていて、えっと、アベンジャーズの ゲームも最近出たんですけども、これかなアベンジャーズのゲームとかも出たんですけど、これの販売延期とかがございましたね。そこら辺がちょっとネガティブ情報とかになりまして、株価とかは下がったりはしていて、まあ、市場が、市場の変化が激しいという部分でですね、今後とも株価の乱高化っていうのはあるんじゃないかなと思ってます。ただ、長期的に見ると、ゲーム市場っていうのは一定量の水準がございまして、机、ま、に、あ、国内的にもですね、国内事業の中でも非常に大きな会社になりますので、 株価自体は長い目で見ると、えー、伸びていくんじゃないかなっていうのが私の、えー、見込みですかね。はい。まあ変化の激しいこの世の中で、えー、ゲーム市場で生き残っていくっていうのは非常に大変なところにはなると思うんですけども、しっかりと、あのー、販売を定日にゲームを販売して売り上げを稼ぐことができれば、はい、株価自体もしっかりとそれについていくんじゃないかなと思ってます。はい、以上となります。ちょっと動画長くなってました、長くなってしまいましたけど。 はい、皆さんどう思いますかねスクエニの株。はい、何かあのご自身の思いとかがあればコメントいただけると、えー、勉強になりますので嬉しいです。本日も最後まで、えー、動画の方をご覧いただきありがとうございました。以上となります。